はい、ニューマンデンの世話保証です。今回はですね、ハロプロキッズ動画を撮ろうと思います。系統の動画を撮ろうと思ったんですけど、系統の、メンバーのことを話すときに、どうしてもね、ベリーズ工房、旧ベリーズ工房ですよね、の元ベリーズ工房、旧じゃなくて元ベリーズ工房のメンバーの名前も出てきます。どうしてもですね。だからというか、それならね、もう旧とだけじゃなくて、もうハロプロキッズの動画を撮ります。よろしくお願いします。今回はですね、予告動画になると思います。この動画を含まずに、10パートか、もう、考えてません。とりあえず8パートか、まあ2時間から3時間、もしくは4時間、かかるかもしれないですが、まあ、各メンバーのね、ハロプロ時代の、キッズ時代の、とか、ベリーズ工房時代のメンバーの、ちょっとね、僕の印象だったりを、喋っていきたいと思います。まあ、後々本当に喋っていきたいなと思うので、ここでは言いませんけども、楽しみにしていてください。もうここら辺なのかな、終わりたいかなと思います。これを予告動画、ね、していきたいかな。あとはね、僕予告動画ってやつは撮らないようにしたいんですけども、今回はちょっと3日2日ぐらいちょっと動画が撮影できてない状態だったので、3日、久しぶりにね動画を上げたいなってことでこの動画にしました。今のファンの方も、なんだろうな、昔のファンの方も、昔を知っている子は、昔を知っている人は懐かしいなと。昔を知らなくて、今のハロープロから好きになってくれた方、でもね、ついてこれるような動画をね、なるだけ目指しておりますので、ね、それに自分の感覚を入れつつですね、メンバー名だったりですね、お、こんな子もメンバーだったのか、とかね、思う人もいると思うんですが、意外とこういう子もね、メンバーだったんですよってことを言えたらいいなと思いますね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。2番手の選手でした。ここからはね、お願いになりますが、チャンネル登録、グッドボタン、
テイクカバーでも全然いいので、押していただければ励みになります。あと、まだね、コメント欄、コメントがね、一角も来ていませんので、ぜひぜひコメント、多分書けるようになってると思うんで、ですね。ぜひぜひ来ていた、まあ僕が書けばいいんでしょうけど、最初に。書けばいいんでしょうけど、ぜひぜひ、こう、来ていただきたいなと思います。チャンネル登録者数はですね、4人と。ということで、来てます。減るか増えるかは、ね、僕の、動画の、面白さにかかっているんではないだろうかと思うので、頑張りたいと思いますが、あと、再生回数がですね、500回をね、超えてました。ありがとうございました。これからもね、というか、頑張っていこうかなと思いますので、また引き続き見ていただければ嬉しいなと思います。改めましてになるのかな。改めまして、2番手の瀬吉でした。バイバーイ。次の動画で会いましょう。また見てね。